ちゃん。こんにちは。はい。はい、豊さん。はい。はい、今日も3年生を振り返る。はい。やってまいりました。はい、やってまいりましたね。はい、もうね、6月が終わって7月に入りましたね。そうだよね。7月最初の3年生を振り返るということで。うん、そうですね。まあ、監督の采配にも要注目という。うん。何があったのかな。大胆に動く監督もいれば、うん、ちょっと消極的になったかなっていう監督もいるし、うん、なんか細かいことをやってきたりだとか、うん、まあ、いろんな監督の采配がね、うん、ちょっと目立ったような3連戦だったということ。なるほど。まあ、それと暑さ対策、うん、怪我にも要注意ということで、ね、まあ、怪我人がね、うん、ちょっと出てるね。本当ね。だからちょっと心配なんだけどもね。はい。まあ、暑さもね、デイゲームなんかもうすごい、まあ、30度超えてるし、ね、中で今回試合ありましたもんね。まあ、まあ、人工芝の上だったら40度超えてる可能性もあるよね。うん、これはもうこまめに何か対策をするまあまあって言っても、まあそうだね、うん、あとはやっぱり集中力を欠くこともあるだろうし、まあそういうプレーもあったしね、うん、あとはもう体が慣れていくしかないっていう感じですか。そうだね、はい、今日もお願いします。看板やちいちゃんということで、はい、お願いします、ね、はい、お願いします、はい、ということで、はい、これね、2カードで引き分けの試合があったので、はい、DeNA と中日1勝1敗1分け、はい、はい、巨人と阪神も1勝1敗1分け、はい、はい、ヤクルトと広島はヤクルトの2勝1敗の勝ち越しということになりました。はい、はいはい、ということで、はい、まあ、DeNA 中日からね、うん、DeNA 今永、バウアー、東、はい、ね、うん、なんかこう3本柱を立ててきたという ね、 ね、で中日の方も3本柱、はい、うん、小笠原、メヒア、涌井というね、はい、まあどうなったでしょうかということで、はい、で1試合目、うん、ね、今永が非常に良かったんだよね、うん、でまあ1対0でずっと言ってたんだけども、まあ、代打宇佐美、うん、ね、ホームから来た今永からタイムリー、ね、これが36イニングぶりに今永から中日が点を取ったという、ということでしたよね。そうそうそう、だから無失点記録は、うん、まあ、36イニングで止まったというね。それもすごいですけどね。まあそれもすごいよ ね、 ね、うん、でこの試合で高橋周平が、まあ、決勝点という、うん、で再三言ってるけども、はい、先週からね、うん、DeNA の方は 1,2 番が機能せずということで、うん、でこの試合で大和がね、うん、非常に、まあ、ここ最近すごくいいんだよ ね、 そうですよね。だから打順をこう上げたりだとか、うん、いろいろしてもいいのかなっていうような、うん、まあ、感じがした、まあ、第一戦だったよね、うんうん、でこれで DeNA は4連敗を喫したということで、はい、で2試合目はバウア、メヒア、うん、まあ、両外国人、はい、で両チームともこの試合で守備に問題があるんだよね。うん、で DeNA の方から言うと、うん、ランダムプレーに持ち込んだ試合があって、試合というか回ですね、回があって、うん、それがね、1、2塁で、うん、マキンとこ飛んだんだよね、ツーアウトから。そうですね。そしたら1塁のリュークが、はい、何でか知らないけど抜けたと思ったのかどうか知らないけど、うん、セカンドベース回っちゃったんだよね、うん、それにつられてランダムプレーに持ち込むんだよ、うん、いや牧がそのままファースト投げとけば、うん、ランダムプレーも何もせずにチェンジだったんだけど、はい、まあランダムプレーに持ち込んだという、うん、で追い込んでいくとサードランナーはまたベースに戻る、うん、セカンドランナー、うん、リュークがまたセカンドにベースに戻る、はい、そのセカンドベースをケアしてる野手がいなかったという、うん、でファースト見たらファーストにも誰もいなかったという、バウは激怒りと、もうね、ホームベースの近くで一瞬何が起こったんだろうみたいなね、まあ、そうそうそう、表情してその後に込み上げてくるものが、そうだね、ふつふつとありましたね、うん、まあ普通であればさ、うん、そこで流れが変わっちゃって、うん、タイムリーだとか打たれるケースが多々あるんだけども、うん、高橋周平をピッチャーゴロに打ち取った、ね、で打ち取ってファーストに投げるかなと思ったら激走して自分で踏みに行ったと、もうどけーと言わんばかりの、もう誰も頼りにしないというもう言ってたかもしれないぐらいの勢いでしたよねでもこのピンチを作ったのは、うん、バッファーの一塁の悪送球もあったんだよね、うん、まあそれに怒ってる、まあなんかそういうコメントがね試合後にありましたけどね、うんうん、だけどまあいいコメントを残すよね、優勝できるようなプレーじゃなかったというね、優勝するチームのプレーじゃなかったと、うん、うん、だからレベルを高くね、自分のミスを
そういった表現をしたんだけども、うん、まあ怒るね。もう感情爆発してますね。感情爆発。でもね、その後その投球が乱れなかったっていうのが非常に良かったというね、うん、でもう一方の中日、はい、ずっと勝ってたんだよ、2-1 でね、うん、そうですね、うん、それで1点を取られてなおランナーがいて、うん、セカンドゴロ、はい、これをね、一拍ボールを握り替えるかステップワークが悪くて一瞬セカンドに投げるのが遅れたんだよね、うん、そのためにゲッツーが取れず同点を許しちゃったんだよ。もう本当にギリギリのタイミングでね、うん、あのセーフでしたもんね、関根選手、そうだね、一塁ね、うん、そう、だから強いチームっていうのはそういうところがやっぱり、うん、うまくできてんだよね、好きなく、うん、だからまあ中日も成長過程のチームだから、うん、まあそこら辺とかね、もう一瞬のこうタイミングをまあもっともっと鍛えていかないと、うん、ちょっと浮上はないかなっていうような感じはしたよね、うん、ね、うん、もう8回の裏の話なので、うん、そこでね、1点に抑えてチェンジになっていれば、なっていればマルティネスがいるわけだから、うん、絶対勝ってる試合なんだよね、うん、中日からするとね、なるほど、だからすごくもったいなかったし、でメヒアが素晴らしいね、うん、で前回登板の時フォアボールがすごく多くてさ、うん、非常に苦しんだんだけども、はい、まあ、だけどファームで投げた時は、うん、コントロールよく無四球だったんだよね、はい、でこの日は精度良かったんです、うん、すごくね、7回投げて81球、はい、3安打2奪三振フォアボールが1つですか、ね、そうでしょ、うん、だからね、本来コントロールがすごくいいピッチャーなんだよね、うん、だからこのピッチャーも勝てるピッチャーになってくるなと思ってさ、うん、まあ見てたんだけど、はい、ただこの試合でちょっとショッキングなことが起きて、うん、桑原が一塁からセカンドに盗塁のスタートを切るときにまた多分肉まられをしたふくらはぎだと思うんだよね、うん、でね、これね復帰が早いなと思ったんだよね、早かったですよね、うん、まあそれでまたやっちゃったというね、これは少し時間かかるなっていう、すごく心配ですね、まあちょっと心配だよね、まあ、関根小原っていうのは前半戦チームを引っ張ってきただけにね、うん、まあ、ちょっと心配だよね、もうね、ちょっとしっかり直してもらいたいですかね、はい、そうだね、うん、で3試合目、はい、まあ、東涌井、うん、3-2、はい、DeNA なんだけど、まあ、山本がねタイムリー、牧、うん、がタイムリー、はい、ね、楠本が犠牲フライというね、うん、もうこう1点ずつ小刻みに取っていった、まあ、バントで送って塁、うん、を進めといて、うん、タイムリーが出るとか、はい、なんかね涌井を見てるとちょっともったいなかったんだよね、うん、フォアボールフォアボールフォアボールを出して、うん、不運なヒットを打たれるとかね、なるほど、だから非常になんかもったいない打たれ方をする、うん、で小刻みに点を取りに行った三浦監督、はい、やっぱり東を信頼してるね、うんうん、やっぱこの7回8回投げさせても2点ぐらいには抑えてくれるという、うん、まあ、そういう計算のもとで今日はまあ、全体的に打線も下降気味だからシビアに点を取りに行ったという、固く点を取りに行ったという ね、5安打で3得点そうそうそう、ね、だから効率がいいよね、うん、まあ、その中に涌井はフォアボールを与えてたというね、うん、そのフォアボールのランナーが帰ってきてしまったというね、うんうん、で東は8勝原トップと、はい、ね、まあ、この試合で石川が同点ツーランホームランを6回に打つんだけどもね、はい、うん、まあ、だけど上に出るけん、うん、山崎で逃げ切るというね、はい、まあ、相対的に見ると、うん、やっぱ中日の方は 1,2 番っていう大島と岡林とか、うん、そういった人間がこう割と塁には出てくれるんだよね、はい、まあ、そこでどうするかだよね、うん、その後ですかね、うん、その後なんだけど、うん、まあ、例えば今日でもさ、うん、三振ゲッツーだったんだよね、うん、それを固く最初はもう点を取りに行ってあげるとか、うん、そうした方がなんか流れができるんじゃないかなって、なんかそんな感じがしたんだよね、うん、で DeNA の方は3連戦見てるとやっぱ疲れだな、うん、非常に疲れてる、これはどちらもですかね、投手陣も野手陣も、投手陣はねよく頑張ってると思うよ、なるほど、
ど。やっぱもう少し打ってあげないとやっぱ苦しいな、ピッチャーが。確かにそうですよね。今回はその引き分けの試合以外も全部1点差でロースコアなゲームですもんね。そうそうそう、まあ、宮崎がね、戦列に復帰するまで、苦しいとは思うけども、まあだけどやっぱちょっと打つ方頑張らないとな。ただデイゲームですよね。今日勝って13勝2分けという、ね、負けてないという ね、 ねデイゲームに ね、 ね、俺らの時はデイゲームなんかヘロヘロになってやってたけどね。しかもこの時期にね。そう、元気だね。まあ元気だけどだいぶ疲れてるな。まあバウアーの怒り、はい、もうそれをパワーにしてね、ちょっと頑張ってほしいなと思うね、DeNA はね。はい、はい、で巨人対阪神、ね、戸郷菅野メンデス、はい、西純也、阪神はね、西純也、伊藤才貴という、はい、ね、まあ1勝1敗1分けというね、まあ1試合目、はい、岸田がサヨナラホームラン、ねえ、ね、よかったね、阿部慎之助が言ったらしいよ、ホームラン狙ってこいって、ね、でもね、岸田がね、いいこと言った、やっぱピッチャーがね、必死に頑張ってると、だからなんとかしたいと。ホームラン狙ってきますみたいな、そんな勢いでいったと思うんだけども、まあ、見事にね、サヨナラホームランを打ったと。ただこのサヨナラホームランになったのは8回戸郷が1失点、9回中川が無失点、10回に 高梨が無失点というね、ゲームをつないだっていうようなね、そんな感じがしたし、でこの時に岡田監督が非常に面白い采配をしたのが、ツーベースを打たれるんだよね、再来のチャンスに、9回かな、ノーアウトランナー2塁になって、で岡田監督が秋広をどうするかな、一塁ベースが空いてるから、秋広岡本ってつながるんだよね、で大城かな、岡本、ね、秋広勝負、秋広を歩かせて大胆に岡本と勝負に行くんだよ、でこの石井がさ、岡本に対して5打数3安打って打たれてるんだよ、過去の対戦で、でそれをあえて選んで岡本を潰しに来たという。これはそういう5打数3安打打たれているよっていうようなデータも含めて、含めてると思うよ。ホームランも打たれてるから、そのうち。これはもう一塁が空いていたからっていう単純な理由ではない、何か心理戦がね、岡田監督にはあったと思うよ。やっぱね、まさかと思ったと思うよ、岡本は。そうでしょうね、俺と勝負かみたいな。秋広選手もまさかと思いましたかね。そうだと思うよ。いやだからすごく大胆だなと思ったのと、いやもしあれだったら秋広にジャイアンツはバントさせて、ランナーサードだったら2人歩かして満塁にしなきゃいけないっていう、そこまで考えたかもわからないね、岡田監督は。それだったら岡本と勝負に行けっていうふうに思ったかもね。でも岡本を勝負してここで抑えたことが、この3連戦を岡本が機能してないんだよね。なるほど、だから非常に精神的なものも、だから面白いなと思ってさ、だから3連戦の勝負を岡本の勝負にかけたというね、申告敬遠をしてわざわざ岡本と勝負に行ったというね。ねえ、その結果が三振で、その後はダブルプレーで、そうなんだ、しのいだんだよね。まあ試合は負けたけども、岸田のサヨナラホームランでね、でもこのキャッチャーのサヨナラホームランっていうのは代打のね、代打大久保、それ以来だった。デーブ大久保コーチの、デーブは泣いてたね。泣いてましたね。まあいいよね、投げるぐらい熱い男っていうことで ね、はい、で2試合目、菅野対伊藤、3対0ということで、これ伊藤がね、2022年5月から4連勝中なんだよ、巨人に、で33イニング投げて1失点、防御率が 0.27 で、非常にジャイアンツをカモにしてるというね、で大山がホームラン、ノイジータイムリーね、まあ岡本がこの日も打てなかったというね、まあ、この日も勝負避けるかなって、一塁空いてるからっていう場面もあったんだけど、
岡本ともうひるまず勝負に行って抑えたというね、うん、なるほど。で、まあ、伊藤はこうカモにしてるよねジャイアンツを、うん、でも菅野も良かったね、うんうん、7回2安打に抑えてるんだよ。そうですよね、大山のホームランだけなんだよね、うん、だからまあ菅野の復調もあるかなっていうね、うん、そういうことがあるね。はい、はい、で3試合目、はい、2対2の引き分け。巨人は2本のホームラン、ブリンソン、秋広、うん、ね、だけど収穫といえば、うん、不安視されてた中継ぎ陣、巨人、はい、うん、ビーディー、中川、三上、大江と、うん、まあ頑張るんだよね。まあそういうことから言うと、まあ、ジャイアンツは引き分けたけども収穫があったかなという、うん、ただ阪神打線は近本、ノイジー、まあこれがちょっと深刻かなって。前日はノイジー打ったんだけど、うん、今日は全くダメだったという、うん、ただその巨人は阪神の投手陣を打てないというね、なかなか崩せないということがあるし、やっぱ阪神打線やっぱこう 1,2 番が、まあ、中野はギリギリ頑張ってるんだけどさ、近本がやっぱ悪いっていうのと、やっぱ3番を誰にするかっていう悩みが出てきてるのと、うん、やっぱ今日は鍋量が5番に入ったんだけど、うん、ちょっと機能しなかったという、うん、だ大山が一人ぼっちなんで、うん、ちょっと大山にも負担がかかってきてるかなという、うん、だからちょっと今後心配だよね、うん、で巨人の方はまあやりくりをしながらでも、うん、中継ぎ陣が頑張り出してるんだよね。だからちょっと打てば勝ちは拾えるかなっていうような雰囲気にはなってきてるよね。なるほど、はい、はい、まあ、そういう3連戦でした。はい、はい、でヤクルトと広島、はい、ね、ヤクルトサイスニード、ピーターズ、高橋奎二、はい、広島栗、大瀬良、森、うん、ね、1試合目 8-0、うん、広島、はい、栗が今季2度目の完封、はい、109球5安打8三振、うん、まあ、0四球という ね、 そうですね、まあ、見事だね、うん、でね、栗はねクオリティスタートっていうのがあって、うん、13試合で10回、うん、まあ、床田と並んでリーグトップ、はい、まあ、これは6回を3失点ということなんだけどもね、うん、でハイクオリティスタートっていうのがあって、うん、13試合で9回やってんだよ、はい、でこれリーグトップなんだけど、うん、7回まで投げて2失点まで、うん、だから非常に安定感があるんだよね、うん、で一方サイスニード、はい、前回覚えてるじいちゃん、何ですか、完封したの、うん、ね、覚えてますよ。だからすごいね投げ合いになるかなと思ったら、うん、サイスニードが悪かったな、これじゃやっぱり勝負にならないわ、ちょっと打たれすぎた ね、 で栗が良かっただけに、うん、非常にサイスニードの悪さがクローズアップされたというね、うん、で広島はこれで6連勝、はい、絶好調に入ったかなという、ね、そんな感じがしたよね、ね、本当に、はいはい、で2試合目はピーターズ対大瀬良、うん、3対2、村上が4番から外れるという、ね、4年ぶりに山田が4番に座るというね、うん、この日はあれですよね、うん、村上選手は前日ね、フェンスにちょっとぶつかったんだよね、バルボールを追っかけてて、うん、で膝を強打したためにね、打撲ということで、そうそう、代打で出たんだけども、スタメンを外れたんですよね、スタメンを外れた、うん、4番から外れたということだよね、はい、で初回サンタナスリーランホームラン、うん、が決勝点になっちゃうんだけども、うん、大瀬良がもったいなかったなっていう、ただピーターズも非常に安定してたなというね、うん、はい、まあ、そういう投球だったんだけども、まあ、大瀬良が盗塁などをね、うん、まあ、決めるんだよね。そうなんですよね。これはなんか新井監督の話を聞いてみると、うん、チャンスがあったら行っていいぞということを言ってたみたいなんだけど、うん、ちょっと危険だなっていう、いや、ドキドキしました。そうだよねそんな感じもしたし、うん、まあでも隙があればね、うん、そういう采配も、まあ、なくはないんだけどもね、まあ、大谷とか二刀流で盗塁とかもしてるから、うん、それはできないことはない、うん、できないことはないけど、大谷は慣れてるけど、大瀬良が慣れてるかっていうと慣れてない、うん、だから非常になんかこう危険だなという、ただその気持ちは買うよね、うん、うん、気持ちは買うし、それが点になってくれればね余計にいいんだけどもさ、うん、まあ、また
ね、あの意表をつくというか、まさか走らないだろうって、おそらく思っているところでだと、まあ、そうだね、ですかね。ただやっぱこう左ピッチャーにちょっと抑えられるな、まあ優秀な左バッターがいるだけに、左ピッチャーの精度のいいピッチャーだとちょっと苦しむかなという感じがするよね。はい、はい、で1試合目に言い忘れたんだけども、はい、坂倉、6月3割9分って言うんだよね。おで3本のホームラン10打点なんだけども、はい、あの坂倉がやっぱりキャッチャーとしての成熟度がちょっと増してきたかなという感じがするよね、はい、ちょっと話は前後しましたが、で3試合目は高橋奎二森、ね、4対2でヤクルト、まあこの日もオスナ3ランホームラン、ね、まあ、前日は、サンタナが3ランホームランとね、はい、まあ、オスナが非常に打てなくて苦しんでた、27打席ぶりの、ヒットが3ランホームランだったというね、で高橋奎二が3勝目、はい、ね、やっぱここも左ピッチャー、で今日の高橋奎二っていうのはいつも力み回ってんだけどさ非常に力が少し抜けててね、ボールが逆に生きてたかなという感じがするし、やっぱ精度もどん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 回を追うごとにちょっと増してきたかなっていうような感じがするよね、なるほど、はい、今日は6回95球3安打、はい、4奪三振、そうそう、フォアボールが3つですが、そう、はい、でもまあ打たれなくなったよね、まあフォアボールは彼の特徴だから、まあ多少出してもいいとしてもね、まあ打たれなくなってきたというか、で森もね立ち上がり良かったんだよ、素晴らしく、ただ円陣を組んでやっぱね積極的に打ちに来たんだよね、あのヤクルト打線が、でそれも変化球を結構あの打ちに来てたんだよ、まあサンタナが打ったのもスライダーなんだけど、だからそのエンジンの効果もあったのかなというような感じがするね。なるほど、はい、それと最終回、田口がピンチを招いて、はい、内山の大ファインプレーがあったんだよ。ありましたね、もうでんぐり返しみ、でんぐり返し、あれもう真中が解説してたけどさ、はい、普通の外野手だったら、外野手出身の外野手だったら、はい、あれは取りに行けないかもわかんないって言ってた。やっぱねフェンスが目に見えたらクッションを取りに行く可能性が強いと、もうそれが一般的という守り方ですかね、うん、ただキャッチャーをやってて、まあね外野に入ってるからあれを突っ込んでいけたんだろうなって、でもあれが取れなかったら広島逆転してたかも分かんないよね、可能性はあるよ、なるほど、はい、でこの3連戦を振り返るとちょっと山田がね途中交代したんだよね、3戦目で、だからその怪我の状態っていうのがちょっと心配なんだよね、ちょっと腰かなんかをちょっと抑えてたんだよね、まあ、それから変わったんだけど、まあ、それが心配なのと、あと並木がやっぱりポイントになるね、一番の足の速い、あれがこうあの子がチームを引っ張り出してくるとやっぱちょっと雰囲気も変わってくるかなというね、でサンタナオスナが当たってきたら、ヤクルトの浮上は出てくるなというね、なるほど、で絶好調の広島相手にこう勝ち越したからさ、そうですよね、ヤクルトの状態も悪くはないと、で広島の方はちょっと左ピッチャーにやられたというだけで、勢いは失ってないね、ただ大瀬良の盗塁がどうなのかなというね、まあ、そんな感じがするけどね、はい、はい、ということで勝敗を左右するやはり大事なのは何でしょうか、ここのちょっとしたところでっていう、まあ、守備だな、守備ですかね、最後にねその内山選手の話もあったり、だから内山がね、あれを取らなかったら本当に逆転されてたんじゃないかっていう、広島ねばっこいからね最近、ね、だからあれをよく取ったっていうこともあるし、まあ戻すけどやっぱバウアーがいかに浸透になったのは、やっぱちょっとした判断ミス、まあランダープレーに持ち込む必要もなかったんだけども、ランダープレーになっちゃった、まあそこまではいいんだけど、それをベースカバーがいなくて、生きちゃったとかさみんなね、で中日の方は
一瞬のジャックルというかステップワークが違ったことによって一拍長く持っちゃったんだよねボールを、うん、それでゲッツーを取れなくて、まあ、決勝点というかね同点にね同点になっちゃったというようなね、うん、まあそういう守備だからまあやっぱ守備ってねエラーにつかなくても一瞬の判断が1点になったりだとかさ勝敗を左右する形になるからねなんかねそう記録に残らなくても後で振り返ってみるとあそこの守備がとかそうなんだよなそれが良くも悪くもあるなあったりするんでしょうかねというセリーグでした、はい、続いてパリーグですパリーグです、はい、こちらは、まず日本ハムとオリックスはオリックスが2勝1敗の勝ち越し、はい西武とソフトバンクはソフトバンクの3連勝の勝ち越し、はい、ロッテと楽天は楽天が2勝1敗の勝ち越しということでした、はいはい、ということで、うん、日本ハム対オリックス、はいね日本ハム加藤、うん、上沢、北山、はいね、オリックスの方は山本、コットン、山岡、うんね試合目、はい、加藤を3回に攻略するんだようん、オリックスがね、はい、これ見事だったのがやっぱね全員が引っ張り出したんだよねうん、うん、それがやっぱ全部ヒットになるというやっぱねああいうピッチャーって引きつけて流そうとか、うん、そういうことをよく考えるんだけどオリックス打線はやっぱミーティングがなんかあったかもわかんないけども、うん、全部引っ張るんだよねファーストストライクを打ちに来て、うんまあ、コントロールのいいピッチャーだからねだからそうやって攻略をして3点を取るんだよ、はい、でやっぱ投げてる山本、うんまあ、大したもんだねやっぱねうん寄せつけないという、まあ、7勝目、はいリーグトップというね、うんうん、まあそうだななかなか点は取れんわな山本からは、8回112球7安打ですが7奪三振四死球はなしということでね、うん、そうだね無駄なことしないのな勝てる投手ってうただこの試合でトレード組、はいうん、郡司と山本がデビューという、はい、で郡司はね、初打席にヒット打ってんだよね、うん、山本から、はいまあ、これはやっぱり自信になるだろうね、うんうん、で山本も無失点デビューというね、うんまあ、いいスタートを切れたなという試合だったね、はい、で2試合目上沢コットン3対1、うん、オリックス、はいねオリックスに12連勝中の上沢うん、ねこれがやられるという、ねうん、ただこの試合で万波のレーザービームすごいですよね、うん、もうなんか代名詞になりそうなくらいそうそうレーザービームっていうのはさもっと他に言い方を変えたら何があるのかなっていうのをちょっと私の宿題として考えておきますかっこいいもう本当にレーザービームプラスもうストライクなところに、まあ、コントロールもいいしないいですし、はい、なんでしょうね、うん、必死に守る姿があったんだけどもさ、はい、宗が決勝タイムリー、ね、6年ぶりの攻略だよ2017年4月7日以来、勝ってなかったんだから、うん、でやっと6年越しに勝てたというね、ただこの試合で森が怪我をするというね本当にオリックス心配ですね、まあ、筋肉系の怪我ね、うん、で4番を失うという形になっちゃったね、はいはい、で3試合目、うん、6対3で日本ハム、はい、サマのタイムリー、はいね、逆転、うんね、続いて郡司が初球のスライダーを2点タイムリーという、うん、一気に攻略をするというね、はい日本ハム打線が山岡に襲いかかったんだけども、うん北山が立ち上がりはそんなには良くなかったんだよね、はいうん、ホームラン打たれたりだとかね、うんまあ、したんだけど、まあ、3回以降良くなりました、はいねうん、で良くなった一つの原因に、うん、オリックス打線が北山のボール球に手を出したんだよねあそれだけの球質があったのかどうかっていうことなんだけど北山はね、うんうん、ただ北山の時に援護点が結構あるんだよね、うん、何かあんのかなと思うぐらい何かあんのかなうんねえで逆に山岡は4四球って制球が定まってないんだよなるほどでもこれはね日本ハム打線が我慢したねボール球を手を出さないように、うん
その表裏一体というかさ、うん、反面教師というか真逆な感じ、真逆な感じの打線が、うん、目についたかな、うん、でね、この試合で清宮が3本ヒット打つんだけど、はい、ホームラン含めてね、うん、成長したね、あの子は。そうですか。あのボール球をね、我慢できるようになったし、うん、自分の間合いを作れるようになったね、打席で。だからこれからもっと打つよ。なるほど。で今打率が3割以上あるんだけどもさ、3割1分2厘ね。そうだね、はい、だから非常にこれからも期待できるな。一回ね、あのちょっと離脱というかね、まあ、そうそう、怪我でね、怪我でね、あったけどもね、あったけれども、うん、その後、その後良くなって復活。まあそうだね、うんうん、でね、この3試合で、はい、日本ハムがあまり仕掛けなかったんだよね。監督さん、あ、はい、いや、もっとこう動いてくるかなって、うん、まあ盗塁とかね、まあ普通に采配出してたけど、はい、いや大体の采配が消えちゃったなみたいな、うん、ちょっとロッテ戦で2つスクイズは外されてから、ちょっとなんか監督が停滞気味なのかなっていうような。これはそういうことがあったから一旦、うん、それも作戦だったりしましたよね。いや、それもある。おとなしくして見てるけどまた急に動き出すみたいな。いや、それもある。それもなく、全然なくはない。うんうん、だから、取ってあるのかもわからないしね。ね、うん、もうとりあえず次の動き出すための静かな時期だったりするでしょうか。まあそうだね、かも、可能性はで、オリックスの方、うん、ね、やっぱ最大のテーマは森が怪我して4番を誰を打たすかっていう、うん、で外国人に任したんだよね、はい、で頓宮とか杉本を上に上げてくるかなって、頓宮4番、うん、杉本5番にするかなと思ったら、うん、外国人を入れてきた。セデーニョ。セデーニョね、はい、うん、だから打順の流れを変えたくないんだよね、中嶋監督は。なるほど、うん、だから4番の、外国人、うん、あ、4番の外国人、うん、セデーニョ、はい、これが頑張るしかないね。そうですね、はい、まあそういう3連戦でした、うん、はい、はい、西武ソフトバンク、うん、ね、西武松本高橋コーナー隅田、はい、ソフトバンクは有原東山石川、はい、ね、1試合目柳町がタイムリー、うん、上林がね前日ね大ファインプレーしてんだよね、外野で、はい、外野で、うん、いや競争させてるね、だ面白いと思うよ。はい、うん、で有原が、うん、有原はね、まあ、投げると勝つというか、うん、負けてないんだけど3勝0敗、はい、で投げ合ったピッチャーが今永、小川、山本で松本なんだよね、うん、まあ、今永とは勝敗がつかなかったんだけども、うん、まあ、小川ヤクルトのエースね、で山本オリックス、うんうん、で松本というエース級に勝てるということが非常に強みだね。うん、で防御率が 0.94、うん、ゴロアウト率 4.77、うん、4割7分7厘だ、半分ぐらいがゴロアウトを取れるという、うん、だから危険度が少ないということだよね。なるほど。ボールが上がってるとホームランになるとかそういうことがあるんだけども、うん、まあ、だけどゴロを実にうまく打たすというね、うん、そういう実を持ってるというね、うん、まあ、そういうことで、まあ、3勝目というね、はいはい、で2試合目は5対7、うん、ソフトバンク、はい、まあ、これシーソーゲームになってるんだけど、うん、上林が決勝タイムリー10回にね、はい、前日は柳町、うん、同じ外野手でもう若手が競り合ってるというね、うん、決勝タイムリー、しかしこの、負けてたんだよね8回ぐらいに、はい、で同点の周東のタッチアップ、相当前だったよそれで走れるのも周東選手、いや相当前で、もう一か八かだよね、ここで同点に、うん、しないとって、もう間一髪セーフだよ、うん、あれはやっぱこう見事な足をしてるよね、うんうん、ただセーブはね、はい、やっぱミスがもったいない、うん、ワイルドピッチとかエラーとかね、まあ、高橋光成が投げた試合は絶対勝たなきゃいけないんだけどもさ、うん、高橋光成がワイルドピッチやったりだとかさ、ランナーを進めといて打たれるとか、うん、サードにいるのにワイルドピッチをして1点をやるとか、うん、まあ、そういうことになってくるとさ、
やっぱこう辛くなるよね、野手がね。まあしかし、4番渡辺、はい、3安打3打点、うん、1ホームランという、ね、活躍するというね、はい、ああやっと打てるね若手ね、軸になる若手がって思った矢先に、はい、今日抹消だもんねえ、うん、左足をね、左足か右足かどっちか分からんけど、はい、怪我をして、はい、抹消されたというね。ねえ、もう、うん、今のタイミングではかなり厳しいですね。そうですね、うん、で3戦目、はい、隅田石川、9対3、うん、ソフトバンク、はい、まあ、今言った渡辺が抹消されてね、はい、で投手陣は5回以降西武の方ね、うん、毎回失点という、うん、打線は4回から2安打という全く元気がない、うん、逆にソフトバンク野村が2ラン、はい、中村4安打近藤3安打上位打線が非常にいいというね、うん、だからソフトバンクが非常に乗ってきてるかなというね、うん、まあ、そんな感じがするし、はい、で松本高橋光の隅田、うん、そんな簡単ではないと思うんだけどもさ、うん、やっぱ有原東山は石川で勝てるというね、うん、だから非常にソフトバンクの方は非常に充実をしてきたかなというね。なるほど。で川瀬が、まあ、エンドランを決めて、はい、まあ、途中交代の周東とね、川瀬が、うん、まあ、周東が一塁にいて、うん、エンドランをかけたら一塁から直ホームインという、うん、まあ、まあ西武の守りもちょっとまずかったんだけども、はい、やっぱ動きも采配も非常に当たってきてるというね、うん、ソフトバンクだから勢いが出てきてる、うん、非常に楽しみだよね。で西武はやっと打てる野手がね育ってきたかなと思うと怪我で離脱というね、本当に、あ、どうしたらいいのかなっていうね、まあ、そんな感じも受けるけども、はい、うん、まあ、ウーネンティンのねスリーランホームランで一時は逆転をするもの、うん、まあちょっとね投手陣がね、いかんかったというか、はい、まあ、そういう3連戦でした、はい、ちょっと寂しいね西武はね。そうですね、なんかね雰囲気を明るくしようとかね、うん、必死にねやってる節は見えるんだよね、はい、まあ、だけどそれがやっぱ結果につながらないというね、うん、ちょっと寂しい結果かな。こううまく噛み合っていかない感じですかね。はい、うん、はいはい、でロッテ対楽天、はい、ね、ロッテ三馬種市、うん、メルセデス、はい、で楽天の方は則本金島、藤井という、はい、ね、試合目5対4、うん、楽天でこの試合で決勝ホームランを打ったのが島内、はい、今季1割8分4厘4ホームラン15打点、うん、まあ、非常にスランプなのよ。うん、だけどう、ね、ロッテのペルドモから打つんだけど、うん、ペルドモは今季初被弾だ、まあ、そういう打たれないピッチャーから打てたという、だから、ね、まあ、浮上のきっかけをね作ってほしいなって思うのと、うん、やっぱ打点王をね取ったぐらいの男だから、うん、やっぱ打線には絶対いるんだよ、うん、だから浮上してほしいなっていうね、うん、そんな感じがするよね。一つの浮上するためのポイントになりますかね。まあそうだね、うん、なってくれるといいね、うん、でロッテの方はね非常にミスが目立つ、はい、まあ、例えばその強風だったんだよこの日ね、うん、で藤原が打球の追い方が中途半端でワンバウンドしたのをボールを取れずに捕面するんだよね、うん、はい、それと最後のなんか、まあ、送りバント決まってれば、うん、同点のチャンスだとか、うん、そういうのがあったんだけど、まあ、バントを失敗したために、うん、三振ゲッツーで終わるんだよねゲームがね、はい、うん、だからやっぱりロッテは苦しいけどもやっぱミスしてると負けるよね、こうやってね、無駄な失点があるという。なるほど、はい、で2試合目、うん、10対2ロッテ、はい、まあ、岡が4回にスリーラン、うん、山口が5回にソロホームラン、これはねやっぱロッテにホームランがないホームランがない、うん、そういうものが出るとやっぱり楽なゲームになるよねこうやって、うん、で前日安田がスタメンから外れてて代打でいい仕事したんだよね、うん、でこの日はスタメンでまた打点を上げてるという、うん、
まあやっぱこう刺激を与えてるというかね、監督が、うんうん、あ打てなかったら変えるよみたいな、そういう刺激を与えながら、この日吉井監督がミーティングで、まあ、ハッスルプレーをしようよと、うん、開幕当初ね、まあ、ロッテっていうのは非常に良かった、うん、そういう気持ちにもう一回戻ろうということを言って、うん、まあ、この試合を勝てたと、うん、ね、ミーティングをしたらしいんだよね、うん、ただ翌日、はい、ね、今日だよ、うん、11対4、ね、楽天、まあ楽天はね、この日は打ちまくった18安打、そう、はい、1番村林4安打5打点、うん、小深田3安打、9番太田、8番田中がホームラン、うん、で浅村もホームラン、はい、ね、まあ言えばロッテは中継ぎ陣が踏ん張れなかったというね、うん、試合だったんだけども、やっぱロッテはやっぱこういい試合と悪い試合っていうのがはっきりし始めてるね、うん、ここのとこ見てると、この2試合ももう対照的ですもんね、対照的なんだよね、うん、だから続かないというかさ、うんうん、だから非常に今踏ん張りどころかな、ロッテはな、うん、なるほど、うん、で楽天はやっぱり勢いが交流戦でついたのが一回停滞して、うん、そうですね、もう一度このロッテ戦をきっかけに浮上できるかどうか、うん、まあ勝ち越したからね、はい、だからそれがポイントかなっていうふうに思うよね、うん、これからつながっていくのか、うん、で若手が打ってるよね、村林とか、うんうん、まあ浅村中軸も打ってくれたしね、はい、だからそういう意味ではこれから打線の活性化があると、まあ、一気にちょっと浮上してくる可能性もなきにしもあらずというね。なるほど、はいはいはい、ということで、うん、気温上昇中、今後は勝敗を分けるのは、うん、何だと思いますか。気温上昇中、暑さで大変なのは、はい、皆さんだけどピッチャーですか。ピッチャーだな、中継ぎ陣だな。で今日でも見たように、うん、西武を例にとるとね、うん、まあ、5回以降ずっと失点を続けるという、はい、でやっぱ中継ぎ陣がちょっと勝敗のポイントを握ってるのかな、うん、で日本ハムも非常に良かったんだけど少しずつ打たれ出してきてるよね。今やっぱこうちょっと充実してるのはソフトバンクかな。でオリックスもちょっと不安な面はあるんだよね、うん、先発投手陣はいいけど中継ぎ陣ちょっと不安はある。うん、だけどやっぱこう疲れてくるからね、気温とともに。いやー本当ですよね、うん、だからこう本当に中継ぎ陣もローテーションを組むような感じで回れると、うん、そのチームは少し楽かな、うん、なるほど、だから中継ぎ陣が、まあ、ちょっと勝敗を分けてくるかなというような感じがするね、うん、はい、はい、ということで、はい、まあ、振り返ってきましたけども、うん、次のカードは、うん、パリーグから言うとソフトバンクは日本ハムなんだよね、はい、ここら辺で日本ハムがかき回すとさらに面白くなっていくんだけどパリーグはね。ただソフトバンクは絶好調だよ今、はい、だからどういう戦いを見せてくれるのか、これがやっぱ楽しみだね。なるほど、はい、はい、そうだね。でセリーグの方は、うん、まあ広島がポイントを握ってるね今ですか。阪神と広島か。そうですね、広島阪神、はい、やっぱここ DeNA とヤクルト中日巨人ですね、うんうん、だからやっぱり広島と阪神、ね、ここがやっぱ見ものだよ。なるほど、うん、はい、勢いを継続できるか広島、うん、ね、打線が復活するか阪神、うん、ここのポイントだよね。なるほど、はい、この3連戦次の3連戦もじゃあそこで先がどう変わるか、いや変わる可能性があるよね。する3連戦ですかね。そうだね、うん、まあ、また楽しみですね。はい、はい、ということでした。はい。